断祭分離のクライムエッジは、ヒカギ達彦による日本の漫画作品。月刊コミックアライブにて2009年5月号から2015年9月号まで連載。永遠に切れない髪を持つヒロインとそのヒロインを守る主人公を含む殺害遺品を持つ殺人鬼の子孫たちの戦いを描いたラブバトルストーリー。2013年4月より6月までテレビアニメが放送された。 女性の髪を切ることが大好きな中学生の少年、ハイムラギレは、ある日の帰宅時に偶然立ち寄った洋館で、長く美しい黒髪を持つ少女、武者の孔子はじめと出会う。宿の髪はどんなことをしても切れない、呪われた髪だった。だが、切れが、お守りとして携帯するハサミで切ったことで、殺害遺品をめぐる殺人ゲームに巻き込まれてゆく。声は、テレビアニメの声優、 単行本カバー裏では、裏が番外編、表がノーマグレーランドに関する架空の書籍の引用という、形になっているのが特徴。2013年4月から6月まで、東京 MX、ATX 他にて放送された。節と宿の断裁分離のクライムレディオは、2013年3月29日から6月28日まで、オトセンで毎週金曜日に配信されたラジオ番組。 パーソナリティは花、コーナツキと、小祝い小鳥。また、ニコニコ動画にて、アフタートーク、動画配信のリフレクションが配信された。ありがとうございます。